今日登る船は、新末民発の軍人。北京政府、法天派に属した。字は、長禄。農業、商業、兼業の富裕な家庭に生まれる。はじめは、学問を志したが、不国共兵路線の必要性を知ると、軍人の道を歩み始めた。1903年、官費により、日本に、軍事留学する。この時、高校、 総教人の影響を受け、1904年に中国同盟会に加入した。1908年、陸軍士官学校法陛下を卒業した。帰国後は、法天順房投領主喜び欄の下で任用され、主からその才能を評価される。主が四川省に転任すると、今日もこれに随従し、陸軍第33根正教に伊藤参謀官。 四川陸軍小学堂総弁等を務めた。1911年、四川で、鉄道国有化反対運動と武将危機が結びつき、四川総督長寺豊が下野に追い込まれる。この時、主は、生徒で、四川軍政府副都督に擁立され、今日も四川軍政府参謀総長に推薦された。しかし今日は、これを誇示している。まもなく、主は、 兵士の反乱により失脚に追い込まれたため、今日は主と共に、四川省を退出した。1912年に保定陸軍、軍艦学校教官、翌年に、紀州陸軍第一市参謀長に任命される。同年11月、四川時代の上司で、国旅行に赴任していた、主景欄の下に戻り、諸国旅行特軍高所参謀長に任命された。12月、 陸軍少将の位を授与される。1914年6月には、新安右将軍業所参謀長として、主を補佐した。同年5月、主が、巨乱衆により下野に追い込まれると、今日も共に下野する。1916年、主が、関東に省庁に任命されると、今日は、やはりこれに随従して、補佐を続けた。1917年、主慶乱が、 関東省庁を辞職すると、今日登る戦もやはり辞職する。その後、北京に召喚されて、今日は相当不思議に認じられた。1922年、今日は、法天軍総参議として、法天派の長作林に帰属する。同年4月の第一次、笹口家戦争で法天派は敗北した。しかし、京自身は、公平を率いて防衛戦を建造し、 宝天軍の退却を支援した。これにより、張作林の評価を受けた今日は、佐々木軍訓練総監、東三省陸軍整理所副党官等に任命される。今日は、佐々木軍の立て直し、精鋭化に従事した。1924年の第二次、佐々木家戦争では、今日は、陳異軍第一軍軍長に任命され、活躍した。しかし、この過程で、 同僚の各省令と対立が発生している。ただ、今日も、各同様に、軍縮、民力給与の考えは有していた。そのため、長作林や団気髄にその群れを進言したことがあるが、受け入れられなかった。1925年8月、今日は南下し、祖官総費司令、暗記軍務、ただし弁に任じられた。しかし、今日は、 直霊派の孫連邦の攻撃を受けて暗記から撤退する。今日は三島省の超総省と連合し、孫に反撃したが逆に大敗した。その後、佐々軍第四方面軍軍団長に任命されている。同年11月22日、各省令が超作林に対して平変を起こす。法天省へ戻る途中の今日登る戦は、 県を単身で訪問し、各との面談を求めた。しかし今日は、その場で、各により拘束されてしまう。各は、今日に平変に加わるよう進めたが、今日は大活して、これを拒絶する。そのため各は、今日を十六日に重殺刑に処した。去年四46。今日ルセンの人柄は、豪気果敢誠実、精錬にして、英達。 利益を求めないものであり、また、その軍旗も厳正であった。そのため、郷里の人々に優れた印象を与えていたという。ありがとうございます。